んよう、ずるいことは許さない、東京都議会議員のおねえこと上田玲子です。今日はですね、統一地方選も怒涛の4月の戦が終わりまして、自由守る会もいろいろ言われましたけれども、おかげさまで現職4人とも当選、しかもですね、しっかりと順位を上げました。その中でも江戸川のお隣、江東区議会議員選挙、三戸や江東区議はまさかの2期目ってね、まさか落ちちゃうなんてか、まさかこんな票で受からせていただくなんての、良い方のまさかで、過去最多得票で江東区議会議員選挙当選されました。しかも維新がね、すごい躍進したって、ね、もう報道ありましたけど、その維新の参議院議員、と江東区議会議員のご夫妻が住んでいる江東区でダントツぶっちぎりのトップということになりました。こうしてね、実はですね、統一地方選前半後半戦も私たちのお友達の無所属議員全員受かってますよね。そうですね、なんか維新維新って言ってますけれども、ボロボロ自民公明が落ちても、まあ戦は大変だったとしても、大体というかほとんど我々の地域政党サミット所属メンバーも現職は全員当選しております。やはり有権者って見てるんだなというふうに思いました。まあ一期4年の積み重ねだと思いますけれども、まあ、この本人も一番驚いているとは思うんですけれども、まさかの圧倒的なトップ当選、された、その何て言うんですか、それまでの積み重ね4年間と、あとは、まあ、感想というか、ここに実は勝因があったのかなとか、今後どうしていきたいか、いろいろ聞きたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、4月に行われた統一地方選挙で2期目の当選をさせていただきました、江東区議会議員の三戸と申します。1期4年間はですね、もう玲子さんの背中を追うような形で、とにかく二元代表制というところにしっかり立ち返って、主張ですとかその行政がやることのチェックというのを徹底的にやってまいりました。やっぱり区民の方は見てるなって感じたのが、そのしがらみがある、自分がその特定の政党に所属してたりしがらみがあると、やっぱりできることできないことっていうのが出てくるんですけれども、まあ、それを我々は一切なく、とにかく区民目線、都民目線でおかしなことをおかしいとはっきりとこう物申していくっていう姿勢がご評価いただけたのかなと。やっぱり何を一番こう無駄遣いだめ、癒着だめとやってきた中で、やっぱ一番大きかったのは例のあれじゃないですか、江東区議が役所に行くだけいただくお小遣い3000円、1日3000円のお小遣いがなんともらわれてたというですね、これもう江東区議会ができてからなので、もう何十年にも遡るんですけれども、やっぱりそういうことを費用弁償というんですね、費用弁償ですね、これ多分言わなかったんですね、皆さん区議会議員の方ね、区民の方に説明うまくつかないので、区議会はおかげさまで私しっかりと配信に当選してすぐに結びつけてまいりました。はい、江東区はまだずっと1日3000円、議会に出るだけで1日3000円という交通費が支払われていましたので、これはもう議員特権でしかないだろうということで、当選直後からずっと配信に向けて区民の方と一緒に動いてきたところ、議会へと陳情化請願みたいなものを出していただいたっていう感じですか。出させていただきました。で、私が所属できない委員会でそういったことに関してのこう話し合いというのが行われてしまっているので、この傍聴させろっていうところからも含めて、区民の方への議論の段階についても情報公開というのをさせていただいております。ね、よくね、区民と共にとか盆踊り踊ってるだけじゃなくて本来区民との連動というのは、そうした行政手続きいっぱいありますよね、区民の権利を生かしていただいて、ただただね、居酒屋であったくよ、区議会よって飲んでるそのパワーをちょっと一筆書いて請願陳情にして声上げてみませんかっていうと、なかったことにならないってことですよね。陳情請願の簡単なですね、手続きの方についてもブログでね、区民に教えて差し上げて、別に自分に投票しなくてもいいんだとね、もう物申すノウハウを教えるということがやっぱり評価されたんでしょうかね。そうだとありがたいですね、やっぱり区民の方の権利っていうものをそれぞれ実感していただいて、で行使していただくっていう、その区民に対するエンパワーメントをしていくっていうのも、この1期4年間の私のこう取り組む中のテーマであったので、そういったことを分かりやすく伝えていく、で最悪議員に頼らなくても自分自身でそういうことができるんだよっていうのを伝えられたらなと思ってました。ずっと区民の皆さんが議員や特定政党を頼らないと生きていかない弱者のままにしとくような政党や議員って多いよねって話を、じゃないとずっと弱者じゃないとありがたがって投票してくれないと、
独立で損自立しちゃうともう投票してくれないっていうんで、ずっと弱者のままにさせとくってことが、私も当選して違和感があったし、あやさんも社会福祉士ですから障害者であれども自立に向けて、あの弱者扱いだけじゃなくて本当に助けられない部分は絶対助けられますけれども、そこが大事ですけど、ずっと弱者のままで投票してもらうっていう議員政党が実は多いっていうことを、あのもう自分が、ね、手を離れていってもいいんだっていうのは、なかなか選挙だ1票減っちゃうとか思うとできない中、むしろ逆今までのね選挙セオリーと逆なことをやることを、その当事者だけじゃなくその姿をやっぱり国民は見てくださってたんだなと。そうですね、そうだととってもありがたいです、あとはですね、あやさんは国も動かしちゃったんです。今やっと未曽有 の、あの岸田総理の何でしたっけ、異次元の少子化対策。実はあやさんがもう2年前からですね、区議になってすぐに所得制限が、親の収入があると、でも可処分所得はどうですか、自由に使えるお金があるかというと、経営者だったりすると出るのも多いですし、そもそも子供に与えられるものが何で親の年収関係あるんだっていうの、ずっとずっと今なんかムーブになって、どこも猫も借子も言ってますが、実はもうすでに児童手当の、そのあたり所得制限の廃止に向けて、あの2年前ですね、ちょうど私が第2子出産してすぐだったんですけど、覚えてます、あ産後間もない体で、あのそうですよね、国会の方に行って、請願提出させていただいたんですけれども、それも本当に区民の方の、一言で、もう累進課税も支払ってるのに、なんで子どもに対する支援が減っちゃうんですかっていう、この一言で、あこれはもう公得だけの問題じゃない、国も動かさないといけないなっていうところで、もう署名活動からそこで、レコさんにも協力いただいて、白川愛ちゃんは目黒区で、高山さん文京区なんで、もう文京目黒などといったらもう所得制限に引っかかる親の方が多いと、江戸川はそうでもないんですけれども、子供もねかなり、そうですね、6人子供たち6人に対して1人が所得制限によって児童手当が不受給になるっていうことが、調査では判明してますね。そういう形で今はもうその流れで購入も動かしてしまいました、ということであります。びっくりしましたね、そうですね、小池知事のゼロイチハチサポートか1000円を来年1月に6万円を渡します、7月に私の選挙でございますっていうような感じと、もう岸田さんのすごいねぶっちぎりの支援で吹き飛びましたね。そうですね、その所得制限も先見の明がある、そしてまたね個人でも第2子の妊娠出産もつわりもありますよ、出産もある中、育休よこせよこせっていうね議員多いんですけど、議員は1年100日しか拘束ないんですよ、ちゃんと工夫をすればそもそも休めるんですよ、育休よこせなんて、ね、パフォーマンスなんだということをズバッとご本人がおっしゃってて、私もそうだよねっていうふうに思って、それでもちょっとお休みいただくか、なんとしっかり勉強されて国家資格2つ取られたということで、その辺はどうやって勉強して、そうですね、私あのこれ個人的な体質もあると思うんですけど、私妊娠した時に夜寝れなくなっちゃうんですよ、目がすごく冴えちゃう方で、でこの時間をちゃんと何かあのお仕事に生かしたいなと思った時に、あの勉強がすごく、普通 YouTube 見るの、YouTube 見ますよ、私もアマプラだよ、アマプラ見るんですけど、すごくやっぱりこう気分転換になるというか、合ってたんですね体質に、でこれが産前産後の家と違うんです、もうやっぱりこう、寝不足というか、なんていうんですかね、こう産後肺っていうんですかね、しばらくこう目が冴えちゃう、そうなんですよ、ハッピーホルモンをそっちにかけるというか、そうですね、そっちで、おかげさまで勉強させていただきまして、保育士と、精神保健福祉士の2つの国家資格を、保育士はちょうど妊娠中で、精神保健福祉士は出産後すぐに、難しいんですよこれ本当に、そうですね、取らせていただきました。いやいや、でも本当に社会福祉士がまず土台にあって、子どもの専門する保育と、そして精神保健福祉士は、今滝山病院の問題もこれからまた動画撮りたいですけど、ちょっと精神保健、そうだ、精神保健福祉士としての、目線でしっかりと都議会とあやさんと一緒にお力いただきながら掘り込んでまいりたいと思いますし、やっぱりコロナでかなりメンタルが大変だった方、あと後遺症もねかなりお苦しみの方がいるようなので、ぜひぜひそれをメンタルヘルス、東京の私もよろしくお願いしたいと思います。
では2期目に向けて抱負といいますか、次は、まあ、区長も変わりましたしね、そうですね、区長も変わりましたりも含めてちょっとぜひぜひ2期目に向けての気概をそうですね、やはり2期目区長が変わりまして、区議会全体でこう区長選にやっぱり乗っかって当選された区議会議員の方非常に多いの、区長万歳みたいな雰囲気になっているんですけれども、いやいやちょっと待ってと、区議会議員の仕事って本当にそういうことだったっけっていうところで、うん、やはりまた二元代表制のところに立ち返って、何か既得権益でね、物を動かしたりですとか、お友達予算でちょっとね、特別な法人とか事業者にお金を下ろしてないですかっていうところから、もう徹底的にこう調査をして、引き続き区民目線でおかしな税金の使われ方というところには物申していこうと思っております。はい、はい、今度有区長もね、まだね女性ですけれども、それはそれとして、しっかりと是々非々で切り込むということですね、はい、我々自由を守る会は、私も別にね外見よりかだからわば言ってるわけではなくてですね、これ我々の責務なんですよ。いやいややってるんですよ、知事と区長と市長をねチェックさせてもらってね、報酬いただいているので、引き続き連綿とねちねちとやらせていただき、たまに金脈を掘り当てて、区政都政を動かしてまいりましょう。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。